マーデス、井上マーデス、エコバッグを買おうかな、なんて、もう迷ってるんですけど、いらないかなと思ってます。どうもお願いします。ナオミ・ユキサトです。どうもよろしくお願いします。そうなります。なんかこれ買おうかな、みたいなね。いやー、ちょっと。袋入れてくださいっていうのがめんどくさくなってきたんですよ、もう。エコバッグ持ってくのがめんどくさいなをちょっと超えてきたんですよね。なるほどね。私ほら、だってまあさ、1年ぐらい外でまともに買い物をしてないので。あ、もうあれ頼んでんだもんね。そうなんです。これ皆さんどうですか、エコバッグありかなしか。ね。今な肌にカンガルーみたいに埋め込んでほしいね、こう、お腹に、お袋を。言ったらそういうでっかいポッケのある服持ってって。そうですね。ここに入れて帰るんだよって。だってエコバッグ買ったとこでいくらか払ってさ、また出先でスーパーよってこうってたらないわけでしょ、またどうしたの、ね、家でなんかトートバッグだって一個持ってけばいいじゃないですか。ね、確かそうなんですけど、うん、エコバッグっていうのが世の中にある以上、はい、欲しいじゃないですか。そんな、知らんがな、そんなまあでございます。畳めるやつとか欲しいじゃないですか。なるほどね。なんか泣いてるじゃないですか、行く時の。まあいいや、この話ね。はい、J リーグがありました、土曜日。いやー、どの試合がね、印象に残りましたか、先生はね。土曜日。まあ、金曜日、木曜日か。川崎戦はね、はい、この間お話ありましたけれどもね。そうですね。まあでも、東京、横浜戦、ね、マリノス戦がもう無観客、久しぶりにあの誰もいないのは寂しかったっすね。うん、まあ仕方ないっすね。とはいえね。なんかな、また戻っちゃったんだなっていう感じもありながら。ただマリノス、ゴールラッシュ 3-0、強かったね。良かったですね、おなよのハット。そうですね。うん、前線強力っすね。なんか美しい連携が。エウベル君がすごく良かったですね。エウベル君いいですね。結果ね、あの、エウベル君があの髪の毛金髪じゃなくなったから、エウベル君とこうさ、こう、シザースみたいになってね、分かりにくくなったところがさ、また、惑わしてるのかもしれませんよ。あとトップ下の人と左ウィングの方も似てますからね。おなよくも決定力ありますね。本当ですね。そうですね。大然とマルコスもね。そうそうそう。確かに。そうでした。そして仙台初勝利先生。いやー、まあさ、ね、はい、初でもあるんだけどね。518日ぶりのホーム戦勝利です。ああ、そっか。あの、コロナ禍、コロナ以後初です。はいはいはい。ホーム勝利が。これは大きな。で、村森監督、うん、ね、これは大きかったですね。なりました、そうか。これね、一つね、ちょっと裏話あるんですよ。はいはいはい。ちょっと普段ホームだと見かけない光景というか、うん、最初コイントスで勝ったんですよ、仙台は。はいはいはい。でなのに、うん、ボール取らないでコートチェンジ求めたんですよ、はい。あらまあ、ほう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 。そしたら試合後にちょっと裏話が出てきて、はい、もうホームずっと勝ってないんだから、普段と景色を変えるためにコイントスで勝って逆を選ぼうっていう。気分転換じゃないけど。そう、ゴールキーパー久保選手の進言があったみたいで。あ、そうなんだ。うん、なんかちょっとすごいなっていう。実っての形なんですね、うん。あ、そんなこともすることあったりするんですね。そうですね、みたいな、そんな感じでしたね。そして先生、イニエスタさんが戻ってきました。神戸広島 3-0。いやー。ねえ、ついに戻ってきたけど、ちょっと古橋さんが。うん、よかったですね。うん、抜けてますね。決定で、これ何点くらいも入れてるんですかね。これで9です。9だ。はい。9試合で9。違う、12試合、12節で9か。そうなんですよ。なんで、神戸は1試合やってないですから、11試合で9かな。そういうことか。うん。これなちなみにね、うん、まあすごいのが、うん、代表招集受けて以降、だから3月の20日の札幌戦以降を、7試合で8点です。すごいことですよね。サンペールとのアイコンタクトみたいなのがね、感じられましたよね。なんか、すごい連携度高かったですよね。メッシみたいにさ、なんかちょっとこう戻って歩いてる時に、サンペールの前にちょっと行ったら、わ、サンペールっていうのでもうね、触る前に走り出したもんね、2点目ですか、あれ。やっぱ仲良し2人組ですね、ここ。仲いいんですか？ 2 人で一緒にスペイン旅行とかね、以前行かれたりしましたから。やっぱそれ出るんですかね。出るんでしょうね、なんとなくわかるみたいな。あれですね、でもこう3点リードしてからさ、はい、こうイニエスタのこう復活っていうかね、こう鳴らし運転ができたのはすごいいいことですね。よかったでしょうね、タイミングバッチリ残り15分みたいな。広島としてはこれやられちゃいましたね。うん、そうですね。実はこちらも、ちょっとしたデータがあって、うん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 、佐々木翔選手がいるかいないかで勝率が激変わりなんですよ。う
広島は。で、あの代表戦でちょっとお怪我して以降、まだ1試合しか出てなくて、うん、この1ヶ月間ぐらいで。なるほどね。だそれがちょっともしかしたらなんか効いてるかもしれないですね、ディフェンスラインにね。なるほどね。うん。ちょっと03って、まあ、東京も負けちゃったわけですけど、旗の選手がね、こう止めて吠えるみたいな、ああいうのいいね。日本人キーパーでああいう人いなかったじゃない吠えるって言ったらね、あんまり嫌かったですからね。ああいうのどんどんやってほしいね。この無観客ならではのね、声聞こえてきますから。確かにな。止めて、わーみたいな、ああいいですよね。確かにね。かっちょええっていうか、子供ああいうの好きですから、私も、ね。あとやっぱね、東京はただ本当一番最初ですよね、前半1分。うん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 、あの、内田拓也選手がお怪我しちゃって、それで交代だったんですよね。ちょっとだからそれも仕方なかったんじゃないのかなってなんとなく感じてしまうというか。なるほどね。あとはこれね、福岡が強いですね、先生。浦和に2-0。強いですね。ね、ミススターホームで勝ちましたよ。でやっぱりこれ、ミルトとプレビューでちょっとお話ししましたけど、ちょっとリカルド監督が多分、福岡とか、それこそ長谷部監督がやや苦手なんでしょうね。はい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 。なかなかずっと勝ってないみたいな感じなので。なるほどね。そっか、一応予想が当たった形になるのか、それは。そうですね。やっぱり、長谷部監督こういうの強いんだなってのもありましたね。いいですと、あとなんだっけ、こんまりさんみたいな名前の、そうジョンマリさんですね。ジョンマリさんね、片付け上手みたいなね。ジョンマリさんがチャンスボールをゴールに片付けるぞっていうことでしょ。そうでしたね。ジョンマリスタイル。あれはちょっと皆さん見ていただきたいですね。あれはね、左の志選手からの強いクロスをパシッて受け止めて反転してボカーンとボレー打つっていう。判定レーザービームボレー的なね。そうですね、あれ止めれないですからね、でもキーパーとしてはね、ちょっとね届かなかった。これ福岡来てますね、先生ね。浦和に対して20年ぶりぐらいの勝利とかですよね、多分。あ、そうなんですね。なんてことになりました、ね、面白くなってきました。そして鳥栖が徳島に対して 2-0 ということでね、いっぱいチャンス作ってました。とにかくそれ前半はかなり徳島が抑えてたんだけど、うんうんうん、やっぱ90分っていうトータルで考えてきて、やっぱ鳥栖にちょっと一日の長はあったのかなーってのは思いましたね。大選手はやっぱ受け方がうまいっつってなんかね。うまいね。スパッと前向く感じでね。そうなんですよね。で、だと何が起こったらみんなでどう動こうみたいな、多分結構洗練されてるんでしょうね。スパッサスパッとみんなで動いてたから連動して。面白いなーなんて思いました。そして横浜、鹿島が 0-3 鹿島ということで。ね、ここ大変でしたね、試合としてはね。うん、あ、最初もちょっと、最初も、あの、試合が遅れたりだとかもしましたし、雷雷雨ですね。そうか、そうか。途中でも止まるかも、なんていうタイミングもありました。競技の上で継続なんていう時間もありましたからね。まあ、プレスかな。でも、鹿島はでも立ち直った感がありますよね、もうね。こう考えてみると。そうね。しっかりと。やってまいりました。はい。はい、という J1 で残すは、まあ、明日も試合があるということでね。そうですね。明日は大分、清水、湘南、札幌、セレッソ、ガンバの大阪ダービー、お楽しみですね。うん、ありますね。11時と13時でございます。そして J2、はい、今日ありましたけど、秋田、岡山、01、岡山ということでね。これは木村選手、あ、ごめんなさい。山本選手ですね。ナイスボールでしたね。はいはいはい、はい、ナイスボール、本当そうでしたね。右からの徳本選手の低弾道フリーキックに対して、こう、つま先、チョーンみたいな形の方がすごく良かったなと思いました。ちょっとね、ちょっとごめんなさい、笑っちゃったのは、結局全試合触れてくんだなと思って。そんな気 ね、全部やるっていう。印象をね、喋ろうみたいなやつだったんでね、あれですけど。ね、まあまあ、ちょっと飛ばしますけど、岩田、栃木はね、いい試合戦えてたな、栃木。戦ってたね。しかし強でしたね、岩田は、ね。矢野選手、岩田に強いんですよね。あ、そうも、そうなんですね。去年も決めてましたもんね、2試合ともね。カンフーキック的なね。母屋選手のね、クロスをカンフーキック的に決めたのはね、今節はカンフーキック2つあってんですよ。相模原のあのね、平松選手もものすごいカンフー、イブラヒモビッチかと思いましたよ、私はね。あのハイキック。ね、琉球に 5-1 で敗れましたけど、あの一瞬も食いたあのキックは見事でしたけども、確か琉球強かったね。強かったね。ケータ田中選手。2アシストということで、クロスをまた得意の形からね。うん。もう気持ちいいですね、あれ見ててね。だってあの3点目とか、左からクロス上がったシーンとか、まさ覚えてます、はい、皆さんも。僕はそれもある意味僕は間接的に田中選手のアシストかななんて思ってて、その前の形勢を作ったってことですね。そうなんです。相模原の選手が来るぞ、あいつが来るみたいな感じになってたから、逆サイドに琉球がボール振ってそこからクロスって流れになってたので、栄養バランス考えてるからね。皆さんそうなんでしょう、22時のところがね、みんなそうなんでしょうけど、やっぱ見てるから
うん、もううちの子みたいな気持ちで見ちゃいますね。ついね、実はこれ収録してるのが5月1日の、まあ、夜10時過ぎなんですけど、はい、さっきまで田中圭太選手ライブ配信を行っていて。あ、そうなんですね。そうなの、ちょっと僕もお邪魔させていただいて、コメント。今日試合があって、もう着いたって、あ、ホテルからか。ホテルからですね。ああ、明日朝じゃあちょっとだけご飯食べて帰るのか。そういうことですね。ホテルのご飯ね、予想しようかな、うん、僕ちょっとサラダと、あと鮭のやつとね。オムレツちょっとお味噌汁ちょっとだけ食べて帰りますよ明日。もうあと次水曜日にまた試合ですからね。あ、そっか。うん、大変だ大変だ。なるほど、ということで、いや、栃木惜しかったということで、ね、惜しかったですね。もう戦えてる、いい順位にいるしね。はい、そうですね。そして新潟千葉ですよ。ほんま志穂選手すごいプレーまた見したな。もうちょっと今日一番でしょうね、ワンツースリー合わせて。ああ、そう。そうですね、一人で3人剥がすなんてことできないもん、やっぱり。中盤ね、左手でちょっと受けてさ、うん、こう、反転からのちょっとドリブルで引き離したみたいなところ、すごかったね、あれね。すごかったですね。で、自分で持ち上がってて、最後のスルーパス出して、ゴールも、谷口海斗選手が最後決めるっていう流れ、うん、3人です。選手も決め、もう本領発揮してきましたね。これはもう J2 慣れてきたって感じですね。これ、まだガンガンいくよ、新潟。ちなみにマンさん、新潟まだ負けてませんよ。はい、ああ、負けてないのか。すごい、11勝、11戦やって9勝2分け。琉球だって1回しか負けてないでしょ。琉球も1回だけです。ああ、すごいことになってきましたね。これね、あと皆さん、マンデーライブで今週の2つを触れようと思うんですが、直近5年間の J1、J2、J3 のこの序盤戦ってものをデータで振り返ろうって言ったけど、はい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 。まあ先にこれだけ言っちゃうと、新潟直近の5年間でもこんな勝ち星とか残してるチームはいません。あ、じゃあデータで言うともう優勝の確率がだいぶ高いと。そうですね。よっぽどのことがなければっていう感じ。そうですね。夏乗り切れば、新潟多分そうだと思う。まあまあ、その確率論的に。またね、よっぽどのことはある確率もいっぱいあるわけだからね。まあ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 、まあ。だからね。なるほどね。まあそこでね、これでも優勝ほぼ決まりなんて言ったら、他のチームに失礼ですからね、これね。京都愛媛が3人、ね、バイスも決めまして、北九州松本1人。ね、バイスさん、このペースだとシーズン12ゴールぐらいです。バイスさん何やってたんですか、1、2、3、4みたいな指であれ、4点目ってこと？多分そうじゃないですか。今季4点目、バイスさんも。はい。すごかですね。自分でビルドアップするとまたダダダダダダって前に上がってたから、何してんだよって思ったら、そのまま決めて。こぼれ球がね、バイスの。そのやっていくってのもあったから、すごかったっすわ。で、山形も勝ちましたと。甲府も勝ちましたね。となりましたね。泉沢選手がすごかった甲府は、もうちょっと別格でした。ね。はい。はい。そして JSD もね、2試合行われました。2試合ありましたね。山が1-1ドロー。讃岐沼津が讃岐勝ちました。やっと讃岐勝った、ね、あ、これ初勝利になりますね。初勝ち点しかも。よかった。あ、これは超よかったですね。ホームでね、またね。そうなんですよ。ありがとうございます。こう勢いつけていけばね。思えばここもある意味、岩本和樹選手のカンフーキックみたいな感じでしたね。ああ、そうか。3つ目のカンフーキックはここでもね。そうですね、ありましたね。ですかね。あの、キャプテン翼が全部のユニフォーム着てるの知ってます先生。ダゾーンでしょ、ね、グッズのやつ。はい、あの、J リーグのグッズも出てるんですよ。買えるあ、らしいですね、らしいですね。はい、ただ僕頼もうと思ったら届くの7月なんつったら。え、ね、なかなか受注生産だから、なかなか大変だ、ね。ああ、そういうことか。ね、それのね、翼くんがやっぱ一番かっこいいの、俺、サヌキのやつかっこいいんですよ。へぇ、今年のサヌキのほら、なんか、たすき掛けみたいなの入ってるでしょ、ユニフォームデザインが。かっこいいんですよ、翼くん。へぇ、そうなんですよ。エステカモトモアレさん。藤枝、富山、これライバル対決っていうか、なんかね、因縁のちょっとあるようなね。これはね、痛みは出て終わりました。ちょっと藤枝かわいそうでしたね。うん。あの、雷雨中断の後で流れ変わっちゃったんすよね。そうですよね。なるほどね。1-0 でいくかな、雷雨中断で PK やってる富山吉平選手決めてっていう流れでしたから。さあ、明日もいろんな試合ありますけど、お天気どうなんですかね。 J2 は水戸、長崎、東京、ヴェルディ、大宮ね、町田山、ね、ちょっと東日本方面中心にまだちょっと崩れるみたいな感じですから、そうかあんまりね、こう中止みたいな、まあ延期かみたいなことあんまり起こんないといいななんて思いますけどね。そうですね、八戸岩手もホームゲームね、そうですね、心配なところありますけども、はい、ということでございまして、お送りしてまいりな、これだったらね、試合の話しただけになっちゃうね、これね。エコバッグの話します、もう一回。エコバッグはちょっとわかんないな。そうですね。
そうですね。あとちょうどね、我々ちょっと、まあ、J リーグと関係ないですけど、今収録してる時間的には、はいはい、今、イングランドプレミアリーグで、クリスタルパレスベース、うん、マンチェスターシティなんて試合やっていて、シティが今2点リードしてる状態なんですけど、だこのままシティ勝ったら、あとはもうユナイテッドが引き分けとか負けになっちゃうと、もうプレミアは優勝決定。決まっちゃうみたいなことですね。そういうこともあるかもしれませんね。なるほどね。はい。はい。ということで、いろいろございますがね、今週末もサッカー楽しんで参りましょうということで、いろいろね、行きましょう。しっかりやって、参りましょう。井上までございました。ノーミルク佐藤でした。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。